ここは。レディース&ジェントルメン、大変長らくお待たせいたしました。これより第27回キーストーン争奪大会を開催します。なんだこの声は。いって、やべえ、ケツの財布がダイレクトに。陽介、ねえ、この覚えのある痛み、いい加減ケツ割れるっつの。で、ナルカミ、お前なんでここに。てかここどこ。落ち着け、俺にもさっぱりわからない。さっきまで自分の家にいたはずなんだが。俺も授業終わって学校から帰るとこだったんだけど、何がどうなってんだ。まさかテレビの中なのか。マジかよ。まあわけわかんねえことが起きんのは大抵あの世界つながりだけどさ。俺たちは呼ばれたのか。陽介、もしかしてジュネスの家電売り場から。いや全然、普通に田んぼの横歩いてたぜ。授業終わったし今日もバイトだしさ。急に目の前の景色が消えて気づいたらここに落ちてた感じだな。ほんとケツ痛えし。てかお前は。まあテレビから入ったって感じじゃねえけどさ。ああ、学校から家に戻ったところだった。なぜここにいるのかはさっぱりわからない。つかマジでテレビの中かここ。いやどう見たってテレビの中だけど、流れが異常すぎんだろ。クマのいたずらとか。さすがにねえだろ。おい、クマ！いるなら返事しろ！出てきたら小遣いやるぞ！な、いねえわ。あいつなら飛んでくるはずだぜ。クマは関係ないのか。となると、なんでこんなとこに落とされてんだっつう話だけど。てかお前、どうしてハチ公の制服着てんだ？転校、つか、前の学校帰ってんだよな。気慣れすぎて気づかなかった。気づけよ。てかお前がわざわざ来てたわけじゃねえの。いや本当に家に着いたばかりだったから。わけわかんねえ。でも事件は解決してるし、お前は都会に帰ってんだし、なんで俺らまたこんなとこ呼ばれてんだ。わからない。とりあえずシャドウの気配はないな今はな。でも油断しない方がいいぜ。だいたいこういう時は。感動の再開中、水を差すようで大変恐縮ですが失礼いたします。なんだこの声、またか。熱い友情、ほとばしる青春、いいものですね。いやもう一度取り戻したい懐かしい味です。誰だ。くそ、どっから聞こえてんだ。こんな場所にいるとすれば誰かのシャドウか。なんつうかこうイラッとくるテンションだぜ。いきなりこんなとこ連れてこられて精神もクソもねえっつの。さてそれではあなたたちが参加するキーストーン争奪大会のルール説明をします。は？誰が何に参加するって。ルールはとっても単純明快です。あなたたちは与えられたキーストーンを持ち、ひたすらゴールを目指すのみ。うわ、なんかもう嫌な予感しかしねえ。アイテムを奪われたらそこで失格です。あなたたちは永久にこの世界から脱出できなくなってしまうので、心して挑んでくださいね。ちょ、待て待て、さらっととんでもないこと言わなかったか今。キーストーンを守りきってゴールにたどり着けばおめでとう。そこで全員無事解放です。ゴール？ゴールってどこだよ。全員？なお失格の場合、痛くて恥ずかしい罰ゲーム、いやお仕置きも待っているので楽しみにしておいてくださいね。お仕置き？痛いのはともかく恥ずかしいってどんなお仕置き？何されちゃうの俺たち。キーストーンは各チームのリーダーに配布されます。リーダーは相棒とともにそれを守りつつ、途中で出会うお邪魔虫をぶちのめしちゃってください。キーストーンにチーム？お前ほんとこういう時冷静だな。ちょっとは驚いてくんないと、俺一人バカみたいじゃねえ。ってお前それ何持ってんの。いつの間にか持ってた。
これがキーストーンなのか。大正解。あなたたちが守るべきはそのキーストーンです。さあ、チームイエローから今回参戦するのはこちらの2人。どうです、意気込みは。待ってくれ、この石は一体何だ。それにチームとは。さっき全員と言ったが、俺と陽介以外にも誰かここに来てるのか。さあ、早速お邪魔虫が現れました。相手はキーストーンを奪おうと殺気をみなぎらせています。張り切って叩き潰しましょう。全然聞いてねえ。つか、ちょいちょい言い方が物騒だな、この声で。待て待て、明らかにあの人だろ、お邪魔虫。うわ、見てる、こっち見てる。マジでめちゃくちゃやる気満々じゃねえか。真剣な顔だ。恥ずかしいお仕置きが嫌なんだろうな。俺だって嫌だよ。てかそこかよ。ギャンギャンと威勢のいいこった。よっぽど俺にぶちのめされてみてえだな。いや、どうしたもんだか。おい、どうすんだよ、ナルカミ。すまないが、俺たちはここに来たばかりで状況が飲み込めていないんだ。ただこちらに戦う意思はない。眠てえこと抜かしてんじゃねえよ。俺とやって死ぬか、ブツ渡して死ぬか、さっさと選びな。うわあ、こっちも全然話聞く気がねえタイプだ。やべんじゃねえかこれ。一旦この場を引くか、それとも逃がしてもらえる雰囲気じゃねえよなこれ。だとすりゃ、陽介、ここがテレビの中なら。はあ、試してみっか。イザナギ地雷や。あ、出た、出ちゃった。マジでこのパターンかよ。へえ、てめえらもどっかしらネジが外れてるみてえだな。悪くねえ、せいぜい楽しませてもらうぜ。うわあ、ますますやる気だあの人。てか、あの人普通の人間だよな。ペルソナ使っちゃって大丈夫なのか俺ら。傷つけないように手加減しよう。目的は足止めだ。傷つけないようにだ。こいつは傑作だぜ。その血を引いた面ずっとずっとに引き裂いてやるよ。つわけだ、こいつらは俺がもらう。てめえは手出しすんじゃねえぞ。やれやれ、ずいぶんとがめついじゃねえか、カーマインプライム。俺にも一枚かませろよ。寝かせ強欲が。てめえにだけは言われたくねえよ。相手増えてんじゃねえか。手加減する余裕あんのかこれ。てか、お二人ともお前が持ってるそれを狙ってるってことだよな。んじゃ、まずは順番から決めるとするか。別に俺はまとめて相手してやっても構わねえけどな。待てや、てめえ何やる気になってんだ。こいつらは俺が。タク、エントリー承認されました。それでは戦闘モードに入ります。どちらの皆さんも張り切っていきましょう。なんか承認とかされちゃってんですけど。なるほどね、そういう仕組みか。どうやら俺たちがタッグとやらになったみたいだぜ。あ、んだそりゃ、聞いてねえぞ。陽介、とりあえずこの場をしのごう。とにかくこのキーストーンを守るぞ。やれやれ、やるしかねえか。まさかまたお前と一緒に戦うことになるなんてな。行くぜ相棒。ああ、Get ready! Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! Adore! Shut up! Get ready! プレゼントだ！結構来るな！力が！そっか！やだ！おい！何？やってくれ。頼むぜジライア。オールの相棒。エルソン。やってくれ。はい、ジライア。くらいやがれ。
っやってくれた。頼むぜ、アメジャー。ぶっ飛べ。やってくれた。頼むぜ、チッサー。ここからだぜ。やるじゃん、相棒。頼む、ヘルサー、畳みかける。グリーンリーパー。まだだ。オッケー。最短分。ありえねえだろ。まだまだ。でやー、来い。俺、今のは惜しかったな。やばい。まくし立てるな。切る。見える。なんと。これ。うわ。まくし立てるな。これだ。まくし立てる。あれでばく。まだまだ。グリーンリーパー。助けに来たぜ。まくし立てる。行け。ジライア。テンタル。よっしゃ。に謝った。やってやるぜ。やるじゃねえか。今だ、走れ陽介。しゃあ、じゃあな、お兄さんたち。そうか、待ちやがれてめえら。なんとか逃げたけど、危ねえとこだったし。まさかあんなのがどんどん襲ってくんのか。わからない。けどさっきの声が言う通りなら、これで終わるとは思えない。できる限り戦闘は避けて進もう。だな、いちいち戦ってたら身が持たねえし。ところでゴールってのはどこのことなんだ。わからない。クマがいれば話が早いのかもしれないが。ま、ゴールっつうからにはなんか出口っぽいものがあるのかもしんねえな。ああ、今は先に進むしかない。しゃあね、行ってみっか、相棒。追ってきてねえよな、さっきの二人組。ああ、今のところ大丈夫みたいだ。なあ、あの人たちやっぱシャドウじゃなかったよな。ああ、ペルソナを使う様子もなかった。俺たちとは違う戦い方をする人たちみたいだな。てかさ、なんで俺ら以外の人がテレビの中入ってんだ。そうだな、誰かに落とされたとか。誰かって誰にだよ。わからない。でも俺も陽介も自分でここに来たわけじゃない。つまり俺たちを落とした犯人がいるってことだ。まあそうなるか。じゃあ、あの人らもその誰かに落とされてキーストーンとやらを守りながら逃げてたってとこで、って、いや、それじゃ変だな。ああ、守るどころかこちらのキーストーンを奪おうとしていた。俺たちに戦うつもりはなかったのにだ。俺たちとは違う目的があるか。ひょっとしてあの二人が俺らをここに連れてきた張本人。いや、まだわかんねえな。ひとまず置いとこう。で、ここって本当にテレビの中なのか。ああ、俺もそれが気になっていた。確かに似ているが、シャドウもいないし、うまく言えないけど、なんかこう違う気がするんだ。だよな。けどペルソナ出せるってことは少なくとも普通の世界じゃない。ああ、クマかリセがいれば何かわかるかもしれないが。ま、出られや何でもいいか。素手でさっきの人らに勝てるとも思えねえし、ペルソナ使えるのは正直好都合っつうか。待て陽介、誰か来る。え、どこだ。あそこだ。両手にビフテキ串を持って。って、はあ、あいつ。ユキコ、ユキコどこ。返事して。里中じゃねえか。里中。花村。え、てか鳴神くんじゃん。どうしてここいんの？バカ、こっちのセリフだっつの。なんでお前までここにいんだよ。知らないよ。さっきまでユキコと寄り道してて、買い食いしてたら急にめまいがして、気づいたらユキコいなくなっちゃって。てか二人ともユキコを見なかった？やっぱりな。里中と天城もか。さっきあの声はチームとか全員と言った。俺たち以外の誰かも来ていると思ったんだ。それが里中と天城ってことか。くっ
そ、何が目的なんだ。誰の仕業かわかんねえけど。あのさ、確認。ここって、その、またテレビの中だよね。いや、まだわかんねえ。てか、そう思ってんのに肉食ってるお前がすげえよ。だ、食べてる途中だったんだから仕方ないでしょ。捨てるわけいかないし、冷めて固くなるのももったいないし。ユキコ見つかったら一緒に食べられるじゃん。まあ、ったから落ち着けって。ま、里中が泣いてしゃがみ込んでるわけねえしね。てか、あんたたち本物、まさかシャドウか。たっ、ででちょ、アホか。人間の腕はそっちには曲がんねえの。ふん、どうやら人間か。あ、じゃあ本物の鳴神くん。うわ、会えて嬉しいよ。俺の腕ねじりながら、鳴神との再会を喜ぶな。折れるってか、もげる。ああ、ごめん。相変わらずだな、里中。鳴神くんも元気そうでよかった。マジで相棒との再会がこんな場所なんてな。あーいて。てか、ここって何なの？さっき変な声が聞こえてさ、キーストーンがどうとか、お仕置きがどうとか。里中にも聞こえたのか。俺たちもまだわからないけど、これを守らないと外に出られないらしい。そうそう、取られちまったら恥ずかしいお仕置きだってさ。何それ、外に出られないって、ここに閉じ込められちゃうってこと？一生？怖いこと言うなって。そうなんないように、俺と鳴神で出口探してんの。うん、難しいことはわかんないけど、それ守りながらゴール行けってことね。よし、わかった。で、そんなことよりユキコ、見た？見てない？いや、天城は見てないな。こっちに来てるのは確かか。どうだろう、でも来てると思うよ、多分。なんでそんなこと言えんだよ。勘？ほら、女子特有のやつ。女子っつうか、野生の方じゃねえの。失礼だな。ここ来るまで一緒だったし、いてもおかしくないっしょ。よし、とりあえず出発しよう。急いでかないと、ユキコも心細いだろうしさ。おい、ちょ、待ってよ、里中。この世界むちゃくちゃだから、不用意に歩き回ると。バカ、言わんこっちゃ。て、うおお、あれは、うん、でっけー、なんだありゃ。人間か。もう、そんなに驚くことないじゃん。失礼だな。シャドウ、ロボ、ナオト君が好きそうなやつ。まあ、どう見たって普通じゃねえけど、まさかまたキリジョーさん絡みだったり。いや、なんというか、こうタイプが違う気がする。まあ俺もそう思うわ。シャドウっぽい感じもしねえし、でもやっぱ普通の人間じゃないだろうし。一体どうなってんだ。あちょ、はあ、へへ、なかなかやるな、とか言って。そっちこそ。いや、何者なんだよ、里中含め。それはこちらも問いたいところだ。お前たちが別の世界から現れた者たちか。うわ、喋った。別の世界。キーストーン、この言葉の意味、わかるな。あっちゃー、その反応、どうやらビンゴっぽいね。悪いが、それを渡してもらおうか。安心しろ、悪いようには使わない。使う？待ってくれ、ゴールにたどり着くためにはこれを使う必要があるのか。ゴール？ふん。どうやらお互い与えられた情報に齟齬があるようだな。俺たちはこれを持ったままゴールに向かわなければならない。奪われたら帰れないと聞いている。あなたたちの目的もこの世界から脱出することなのか。まあ、
我々も君たちと同じく別の世界から来た。別の世界ってさっきも言ってたけど、じゃああんたたちはもともとここに住んでるわけじゃないってことか？そうだね、こんなところ初めて来たよ。いや、急に来させられたってのが正しいのかな。なんか気づいたらここにいたみたいな。なるほどな、俺らと同じってわけだ。犯人に心当たりは？知っていることがあるなら教えてくれないか。俺らどうしてここにいんのか、このキーストーンってのが何なのか、ゴールがどこかってことも分かんなくて、まあ、簡単に言うとすっげー困ってて。いや、私たちも詳細は把握していない。仮に有力な情報を保有していたとしても、その開示にはリスクが伴う。悪いが教えられんな。リスク？この世界はいくつかのルールに縛られている。原理は不明だが、そのルールを破れば何かしらのペナルティを課せられる仕組みのようだ。ペナルティ？お仕置きってやつか。それに時間もあんまりないみたいなんだよね。正直こうして喋ってるだけでも帰れなくなる危険が。まこと？いけないいけない、これもルールの一つだったね。時間の制限まであるのか、厄介だな。少々話しすぎたようだな。我々としてもこれ以上のリスクを背負うわけにはいかない。目標の奪取および不確定要因の排除、悪いが実力を持って行使させてもらう。気は進まないけど、この際しょうがないね。くそ、さっきの連中より話が通じそうだったのに。仕方ない、またどうにか逃げ出す隙を作ろう。今はまだこれを奪われるわけにはいかない。へっ、だな。里中下がったろ、ここは俺と鳴神でって。おい、オッケー、気合入ってきた。準備運動完了。里中さん、人の話聞けよ。はいはい、エントリー承認しました。戦闘モードに移行します。鳴神優&里中千恵 VS テイガー&誠七也、今回もまた元気よく張り切っていきましょう。俺外れんのかよって。鳴神、里中、気をつけろよ。へへん、誰に物言ってんのさ。ああ、任せろ。Get ready. Get ready. Can't escape from crossing fate.頼むペルソナ、超粉砕する。これです、ペルソナ。頼むペルソナ、ダメージ消すが、これがズラの力だ。頼む、いざ強ペルソナ、ペルス強コレシキ、対象拘束。さあ立て、行くぞよ。エンデリッター解除、アタッカ、こいつを喰らえ。拘束する、行くか。中間の機関が覚悟してね。無用、ま、だ私のドクソンがペルソナ、トーペルソナ、甘いキャンセル、キャンセル、ドラゴンのイソッと、やめて、見切った、しょうまいか、ドラゴンのイソッと、セッツコイ。まこと七夜、一旦撤退だ。私まだ戦えるのに。しゃあ俺らの勝ちだ。二人とも大丈夫か。ふう、手強い相手だった。里中さん、聞いてます？
今回はギリギリだったけど、次はきちんと決着つけたいね。どっちがカンフーマスターか。死ねえっての、カンフーマスターってなんだよ。ったく、最初あのでかい人見たときはギャーギャー言ってたくせによ。だってあの誠ってこと目が合った瞬間、胸がこうグッと熱くなるような高揚感があって。バトルスピリッツ燃やしてる場合かよ。いいじゃん、あの人たち倒さないと先進めなかったんだし、あの変な声が聞こえたら逃げ出せなくなっちゃったんだからさ。ああ、一度戦闘が始まるとどちらかが倒れるまで移動できなくなるみたいだ。彼らが言っていたルールに縛られているってことの一つかもしれない。となるとやっぱ真夜中テレビとは違うよな。いっそ立ちが悪いっつか、準備したやつの底意地の悪さを感じるっつうか。にしてもほんとすごかったよね、あの人たち。大きい人、ロボの人は見た目通りの強さだったけど、マコトって子もあんなに可愛いのにすっごく強くてさ。てか見間違いじゃなけりゃ、あの子耳ついてなかったか。え、耳？そりゃついてるでしょ、私だってついてるし。じゃなくて、お前戦ったくせに気づいてねえのかよ。耳だけじゃなくてでっかい尻尾みたいのもあったろ。それはあの、なんだっけ、コスプレとかじゃなくて。いやいや、あれはマジモンだろ。あのおっきなやつも生身じゃなかったみたいだし、ペルソナでもシャドウでもなかったし、二人とも何者なんだ。俺たちとは違う世界から来たと言ってたな。それってクマがテレビの中の世界にいたみたいに、俺らの知らない世界が他にもあるってことか。で、そこにはさっきみたいなロボ人間とかリス人間がいる？なんかサイズが大きすぎてピンとこないな。でも実際会っちゃったしな。全く話が通じないって風でもなかったし、里中と誠って子はそもそも人語じゃなかったけど。ふっふっふん、達人同士に言葉はいらんのだよ、言葉は。言ってろっつの。まあでも俺と鳴神が最初に会った二人も顔見知りみたいだったし、ここで会う連中って全員俺たちと同じように元いた場所に帰ろうとしてんのかもな。ああ、俺の持つこれが外に出るための道具だから、奪おうとして襲ってくるってことだ。でもよ、さっきのテイガーさんと誠ってこの口ぶりだと、俺らとは別の目的があるっぽくなかったか。あの人たちの目的はわからないけど、帰れなくなるとも言っていたから、ここから出たいことに違いはないだろう。よくわかんないけどさ、みんなも家に帰りたいのに私たちだけ帰れたらちょっと悪い気もすんね。そうは言っても俺たちだって帰れる保証はないんだぜ、人の心配してる場合じゃねえって。まあ今はとにかくユキコも探さなくちゃだしね。里中がここに来た時もう天城の姿は見えなかったのか。でも急に頭がクラクラして落っこちる感じがした時、悲鳴が聞こえたからユキコも一緒に来たはず。わかった、この辺には見当たらないし、とにかく場所を移そう。さっきの二人が追いかけてくるかもしれない。了解、そうすっか。うん、行こう。何ここ、急に景色変わったね。全然見たことねえ場所だな。お、向こうに人いない？ほら、あそこ。ね、どこだよ。すごい、動いてる。てか、ユキコだ。おーい、ユキコー。お、マジだ、天城。大丈夫か？ちえ、よかった、無事だったのね。と、花村くんに、鳴神くん？よかったよ、ユキコ、無事だった。
おわ、また耳つきかよ。今度はウサギか。姫様のそれはリボンス、どこかの誰かみたいなことを言うんじゃないっす。ね、見た？この変なぬいぐるみ、喋るし動くの、すごいよね。ぬいぐるみ？そんなに珍しいかしらね。そっちの傘も喋るのかよ。なんでもありだな。あら、傘だなんて失礼な呼び方ね。でもあなたたちよく見ると結構イケてるじゃない。正直言ってタイプかも。おお、いつぞやの感じを思い出すな。カンジ君と似てる。あー、やばいこれ。カンジ君似の傘。あーちゃん、爆笑モード入っちゃったよ。相変わらずだな、天城。茶番は終わりかしら。まったく、付き合わされる身にもなってほしいものね。うわっ、すっげーイライラしてるし。おい天城、その辺にしとけって。どうでもいいけれど、いい加減こちらの話を聞いてもらえるかしら。マジかよ、この子もそれ狙いってことは、またどっかの世界から無理やり連れてこられたのか、こんな小さい子まで。そう、その色はあなたが持っているのね。ほう、この太刀を見切るか。な、おい大丈夫か鳴神。問題ない、なんとかな。てかこいつ、今どこからって、おめん。あら、英雄さん、いつにも増して強引じゃない。ことは下級だ、時が惜しい。かの石を手にするためには手段の是非は問わぬ。待ってくれ、俺たちに戦う意志はない。あら、別に戦う必要はなくってよ。おとなしくキーストーンを渡してくれさえすればね。それはできない、俺たちもここを出ないといけないんだ。家族や友達が俺たちの世界で待ってる。そうだよ、ここ来てどれくらい経ってんだろう。早く帰んなきゃやばいじゃん。私も今日は旅館に急に団体さんが入って手伝わなきゃいけないんだった。てか俺バイトだし、やべえ、俺行かねえとクマの暴走が親父に殺される。教えてくれ、キーストーンとは何だ。そもそもここはどういう場所だ。あなたは何か知っているのか。ええ、少なくともあなたよりはよっぽどね。あなたはなぜこの石を求める。これはゴールにたどり着いた時、外に出るためのものじゃないのか。そう、あなたたちはあれからそう説明されているのね。あれって、あのどっかから聞こえてくる変な声のことか。このファントムフィールドから脱出するためには、全てのキーストーンを揃える必要があるの。その石一つを必死に守っても全く意味をなさないわ。だからみんなこれを奪おうとしてきたわけか。ええ、あなたたちに話しても到底理解できないと思うけれど、あれが目的を達成するために設けた場。マスを媒介として観測対象の記憶を読み取り、その情景を投影する空間。ここは俺たちの知るテレビの中の世界じゃないってことだ。テレ、わけのわからないことを。もう少し人にわかるような言葉を使えないものかしら。自分だってわかんないこと言ってたじゃん。
拉致が明かる。これ以上の問答は不要だ。どうけ。ええ、野蛮極まりないけれど、ここは力に訴える方がいろいろと早そうね。やべ、来るぞ、ナラカミ。おう。え、いや、来ないの？エントリー待機中です。ほらほら、このままだと戦いが始まりませんよ。急げ、青春待ったなし。だから何なんだよこのテンション。普通に喋れっつの。そうか、お互いタッグを組まないと戦闘が始まらないのか。え、じゃあこのまま誰も選ばなきゃ戦わなくて済むじゃんか。あっちはあのお面の人しか戦えないだろうし。面倒なシステムね。いいわ、なら私レイチェル・アルカードも参戦するわ。我が名は白面、押してまいる。はーい、対戦者が登録されました。戦闘フィールド固定。チームイエローのエントリーも絶賛待機中です。で、戦うのかよ。仕方ねえ、ナルカミ、ここは俺とお前で行く。そこのお嬢さん、お名前は？私？天城由紀子です。天城由紀子をチームイエローの対戦相手に登録。了解、エントリーを承認しました。え？なんで私？私の貴重な時間を無意に浪費させてくれたお礼、きっちりさせてもらうわね。いいだろう、鳴神優、参戦する。皆さん手慣れてきましたね。いいですよ、いいですよ、成長する子は大好きです。ではでは、戦闘モードに移行しますので、今回もまたまた元気に張り切っていきましょう。え、ユキコ。天城、行けるな。ペルソナ出るんだよね。頼むぜ、あいつら足止めして逃げる隙を作れりゃいい。Get ready. Get ready. Can't escape from crossing fate. Fight. 最悪、来てないの。来てない。そこソードアイリス、下かしなさい。恥をさせてあげなさい。まだよ、ひざまずきなさい。まだよ、こういうのはない。そのまま待ち、痛いかも。これね、苦しいのか。許さない。お戻り願います。ナゴ、そのまま待ち、痛いかも。苦しいのか。バレルロータ、お願い。それで、それだ。ナゴ、そのまま待ち、痛いかも。頼む、それで、行け。それで、チェッソー。名前、ナゴ、そのまま待ち、痛いかも。ソロ首やるな。もらう、頼む。天城、火の鳥よ、よく頼む。甘い、ペルソナ、立て直す。ザ、撃、出番だね。行け、謝っても許さない。お一人願います。甘いよ、おいで、待って、まだよ。油断したら、まだよ。抜けろ、よし、我らに甘い、決着をつける。甘い、甘い、ペルソナ、油断したら立て直す。よっこい、ペルソナ、ここだ。ジュー、フィニッシュ。じゃあ今だ。ああ、撤退しろ。はあ、今回はさすがにダメかと思ったよ。仮面のやつも相当だけど、あのレイチェルってちっちゃい子もとんでもなかったな。ねえ、さっきのレイチェルって子が戦う前に言ってた言葉って意味わかった？ファントムフィールドとか観測対象がとか？意味わかんねえ。あっちは事情知ってたみたいだし、うまく聞き出せりゃよかったけどな。まったくそんな雰囲気じゃなかったっつうか。ナルカミ？どうした？いや、この石だけ守っても無駄と言われたのが気になって。
ああ、そういやそんなこと言ってたっけ。ねえ、鳴神くんが持ってるそのキーストーンっていうのを持ってれば外に出られるんだよね。そう言われたはずなんだ。でもあの子の口ぶりだとこれを使って何かをしなくちゃならないような。ああ、なんか使い方があるっぽかったよな。ゴールついてもこれ持ってるだけじゃダメとか言い出されたりして。さっきの子にもう一回聞いてみるとか。いや、やめとこうぜ。答えてくれるどころか再戦申し込まれる勢いだろうそれ。てか、どうして私らこんなことをさせられてんだろう。わけわかんないことばっかじゃん。確かなのはキーストーンを奪われてはいけないということだけか。まあな、どう使うか謎なのにそれ取られりゃずっと出れない上にお仕置き確定ってか。どうにもフェアじゃねえな。ねえ、ここに呼ばれたのって私たちだけなのかな。クマさんとかカンジ君とかリセちゃんやナオト君は。だよな、こんだけ揃ってんだ。他の奴らがいたって別に不思議じゃねえし。リセちゃんは確か今日はお仕事で学校お休みだって。そうなのか。クマはジュネスでバイト中のはずだけど。ま、いる場所とかここに呼ばれる理由にはあんま関係ねえんだろうな、きっと。うん、稲葉にいない鳴神くんまでここにいるんだもんね。ああ、クマ吉かリセちゃんがいれば状況なんかパパってすぐにわかんのにね。今は行っても仕方ない。とにかく他にも誰かいないか気をつけながら先へ進もう。ふわふわもふもふ。さ、触りてー。なんだこいつ。おい、十兵衛様に近づくな。なあ、なんだこいつ。猫か、猫なのか。猫でいいんだな。てか、こんなでっけえ猫いんのか。ああ、もうどうでもいい、もふりてー。ルナ、あの人全然聞いてないよ。無視してんじゃねえよ、ぶっ飛ばされてんのかてめえ。待て待て、むやみにことを荒立てるな。今のところ敵意は感じられん。放っておけ。そうかな。でも十兵衛様を見る目がなんだか怪しいよ。ほっ、こうギューってしたらすげえふわふわなんだろうな。あ、ほら。もうあれ、でっけえ猫、服着てし立ってし、どうなってんだよこの世界。おとぎの国か。本当だ、かわいい。つか後ろのあれ感じだよな。ふらふら近づいてるけど大丈夫かよ。襲われたりしねえか。いや、どちらかというと感じが襲いそうだ。だね、完全につきまとってる。いや、やべえだろ。ここまでのこと考えっと、あの猫とちっちゃい子絶対弱くねえぞ。早く幹事にし。そっか。おーい、幹事くん、ダメだよ。迂闊に近づくと恥ずかしいお仕置きだから。ああ、話しかけんなよ。俺は今モフゲが猫ってあれ、先輩ら何しちゃってんすか。幹事、無事でよかった。一人か。え？ああ、一人っすけど、先輩ら揃って何やってんすか。何って、お前こそ何やってんだよ。いや、俺は気づいたらなんかいつの間にかテレビの中にいて、そんでこのめちゃモフしてる猫が歩いてて。あー、でもカンジ君の気持ちわかる。すっごい毛並み、撫でたら気持ちよさそうかも。
そうっしょ。さすが里中先輩、話わかるじゃねえか。頼んだら人撫でさせてもらえねえかな。やめとけっつの。どう見ても普通の猫じゃねえだろ。噛んだり引っかかれたりするだけじゃすまねえの、絶対に。おい、お前たち。わ、こっち来た。てか、喋ったよ。悪いが、その石を渡してはくれないか。はい、お約束。やっぱこうなるんじゃねえかよ。悪いが、それはできない。これは俺たちにも必要なんだ。そうか、やはりお前たちも苦労しているようだな。あれ、でもなんか違うね。猫の人は急に襲ってきたり無理やり奪おうとしないじゃん。うん、話せばわかるかも。ねえ、そう。じゃ、期待はしねえけど、一応交渉してみっか。これが一体何なのか、どうやって使うもんなのか、もし知ってたら教えてほしいんすけども。あー、十兵衛様が渡せって言ったら渡せばいいんだよ。だからお前はいちいちことを荒立てるな。話が進まんだろうが。だってめんどくさいし、こいつらなんか生意気だし。特にあの柄の悪い金髪、あいつはマジでヤバいって。ああ、モフじゃねえやつは黙ってろ。俺のどこがヤベっつんだこれは。はい、喧嘩しない。あのね、幹事くん、見た目はこんなだけど本当はいい子だし、可愛いもの大好きなだけなんだよね。見た目はこんなだけど。2回言う必要ねえだろ。てかフォローになってねえっすよ、それ。あなたたちもここではない別の世界から呼ばれたのか。ああ、意図せずしてな。それでこの子たちも一緒に帰らなければならん。あ、ほら、やっぱり猫の人はちゃんと話してくれるみたいじゃん。おい、お前たち、ちゃんと十兵衛様って呼べ。え、あ、うん、あの猫十兵衛って言うんだ。私天城ゆき子、あなたは。へん、不審者なんかにルナたちが名乗る名前なんてないようだ。あ、ルナ言っちゃってるし。ルナちゃんってのか、よろしくな。俺は花村。うるさ、近づくな、ロリくん。ロリ。花村くん、そうだったんだ。最低。いや、ちげえよ。なんで距離取ってんの。ちょ、里中も。俺たちも気づいた時はここにいたんだ。このキーストーンを守ってゴールに着かなければ元の世界に帰れないと説明されている。ゴール？何の話だそれは。聞いていないのか。俺たちはそこを目指して。十兵衛様、こんなロリコン集団まともに相手する必要なんてないって。集団ってまさか鳴上くんと幹事くん。え、まさか私とユキコ入ってないよね。帰るためにはこいつらが持ってる石が必要なんでしょ。だったら話し合う必要なんかないじゃん。ぶんどった方が早いってば。抵抗されたってどうせ十兵衛様が勝つに決まってるし。とにかく早くしないと手遅れになっちゃうよ。いいからお前は落ち着け。ことをせいては子孫じるぞ。まずはお互いの立場を踏まえた上で。うわー、もじれたい。わかったわかったわかったよ、十兵衛様。要はこうすればいいんでしょ。
わーい！わーい！聞こえてんだろ！てめえだよ、てめえ！仕方ぶっこいてんじゃねえぞ！さっさと返事しやがれ！こっちは時間がねえんだ！なんだ？あいつ、誰に話しかけてんだ？はいはい、聞こえてますよ。そんなきっつい言い方しないでください。びっくりしちゃうじゃないですか。って、お前かよ。いるの忘れてたっつの。エントリーだ、エントリー。こっちはルナとジューベイ様が出るぞ。とっとと仕切りやがれ。なっ、おい、待て待て。了解です。エントリー受領しました。続きまして、チームイエローのエントリーをお願いします。はぁ、何してくれてんだこいつ。よし、というわけでジューベイ様、あいつら一緒にボコっちゃおう。まったく、お前というやつは。くそ、やっぱ話し合いじゃ済まねえのかよ。ああ、だけど今までの人たちより話せる気がする。ここを切り抜けてもう一度話をしてみよう。仕方ないね。じゃあ誰が出る？よし、じゃあここは幹事に頼むか。一応あの二人をだな。はぁ、バカ言わねえでくださいよ。ガキとモフモフっすよ。殴れるわけないっしょ。なんで俺怒られてんの。まあいいや、相棒パス。俺が出る。もう一人、幹事以外の誰か出てくれ。Get ready! Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! 頼む、ヘルス、畳みかける。これが絆の力だ。だからって、これが絆の力だ。だからって、ペルソナ手直し、ここです。ここだ。アナドルナ術式展開。逃がさ、遅い。まだだ、こう気合い十分。ドラゴンキー、燃えろドラゴン、ペルソナ、やるじゃないか。やるじゃないか。やるじゃないか。たるんでるな。ちょっと原骨食らわせ。ディスカーションフィニッシュ。一旦引くぞ。仕切り直しだ。くそ、覚えてろよ、このロリコンが。だからロリコンじゃねえっつの。で、ああ、行っちまった。くそ、なんで一回も撫でさせてくんねえんだ。そこじゃねえよ、空気読めっつの。だが気になるな、あの猫はゴールのことを聞かされていない様子だった。ルナちゃんって子も気になることを言ってたよね。手遅れになるとか時間がないとか。だが確証がないな、もう少し情報が必要だ。だな、くそ、もっと詳しい話が聞ける相手を探すしかねえか。それにしてもさっきの子相当強かったよね。小さいし可愛いからちょいっと捕まえられそうな気したんだけどさ。うん、私たちペルソナが使えなかったらきっとあっという間にやられちゃうよね。てか、そう考えりゃこの場所って結局何なんだ？ペルソナ使えるしさ。ああ、そういやそうっすね。ああ、さっきの猫も振りてー。お前はいい加減猫から離れろよ。俺らずっと恐れ続けてんだし、ちっとは緊張感持てって。いやでも変なとこに来んのもう日常じゃねえすか、俺ら。どんな慣れだよ。まあそうっちゃそうだけどさ。つか、そもそも俺ら、なんで猫らと戦わされてんすかね。だからそれを知りたくて話してんの。全然聞いてねえな、お前。いや、まあなんつうか、
無責任なんすけど、先輩らいるし、俺らならなんとかなるっしょっつー。たく、のんきだなお前。ま、ぶっちゃけ俺もお前らいて安心してっけどさ、推理の役には立たねえんだよな感じじゃ。だよね、ナオト君がいてくれれば全然違ったけど。ナオトならそこにいる。え？え、ちょ、どこ？本当に？ああ、俺たちの進む先に。本当だ。なんだろう、ちっちゃいことヒラヒラしたこと何か話してるよね。あちゃ、もう始めちまってんのかよ。落ち着け、あそこにいるのはナオト一人だ。ここのルールが二人一組のタッグマッチなら、あの状況で戦闘は発生しないと。それもそっか。なら俺らが行くとペア揃っちまうからって。おお、ナオト、てめえ何やってんだ。一人でのこのこ危ねえじゃねえか。お前が言うなよ。って待て待て、カンジ、ナオトに近づいたら。け、俺たちも行こう。残念ながら、あなた方の言うキーストーンというものを僕は持っていません。しかし状況次第では協力できます。なるほど、しらを切っているようではなさそうだ。ハズレを引かされたな。ちょっと、その言い方は失礼でしょ。おい、ナオト。え、タツミ君、どうして君が。あ、どうしてもこうしてもねえよ。え、まあしかし、辰巳くんもこの世界に来ていたんですね。今ちょうどこの方たちから情報を集めていたんですが。ナオト！ナオトくん！皆さんと、鳴神先輩まで。無事で何よりだ、ナオト。ええ。すみません。僕以外に集まったのは、ここにいる方で全員ですか？おいきなり冷静だな、探偵王子。今のところ俺たちだけだ。ここまでの道中に他はいなかった。なるほど。僕は気づいたらこの世界にいて、周囲を探りつつここまで来ました。知っている人に会ったのは先輩たちが初めてです。え、知らない人には会ったってこと？大丈夫だった？ええ、特に問題はありません。分かったのは、ここはテレビの中の世界ではないということくらいです。見知った景色もありましたが、そうじゃない場所も存在していて、シャドウもいないし、ざわついた声もない。なのにペルソナは使えて、武器もある。それは言い方を変えれば、戦う準備が整っているということになります。すげえ、推理ってそんなこともわかるんだ。いえ、まだわからないことばかりですよ。先輩、キーストーンというものに心当たりはありますか？これのことだ。いつの間にか持たされていて、これがないとここを出られないと言われている。なるほど、脱出のために必要な道具というわけですね。ふーん、それがキーストーンか。携帯できるサイズなんですね。で、この人たちはどなた？キーストーンを探しているそうです。つまりは僕らと同じく脱出を目指している方々ということになりますね。その通りだ。え、ちょいタンマ、この流れはまずいんじゃ。渡りに船とはまさにこのことだな。そのキーストーン渡してもらおうか。な、やっぱり。待ってください。まさかとは思いますが、力を持って奪い取るつもりですか？さあな、それは奴らの返事次第だ。ま、命まで奪うことはなかろう。どういう流れですかこれ。問答無用でこちらのキーストーンを奪おうとするなんて。俺も知りてえよ。けどこの世界で会う奴らかなりの確率でこうだっつうか。彼らもまたこの世界の被害者。暴力を振るっていい道理などない。分かっているでしょ、ヤトの姫よ。
あのな、どこまでもよい子ちゃんのことだ。この状況で譲り合いか、笑わせる。ええ、いくら笑われようとダメなものはダメです。ダメ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 、絶対にダメです。まったく、正義をかざす輩はこれだから始末に追えないな。いいだろう、元よりかりそめの同盟、お前たちとも決着をつけねばなるまい。生きて戻ったらな。待ちなさい、戻ったらの話ではなく、あ、こら、もう。でもあの二人なんか揉めてるみたいだけど、どうする、今のうちに逃げちゃう。だな、今ならやかましいあいつも来てねえみたいだし。あいつ、なあ、多分それ私ですね。そうそう、そういう声しためんどくさいやつで、って出てくんのかよ、タイミングいいなお前。へいへい、黙って老けようたって無駄ですよ。私千里眼的なあれを持っているので。頭の中に直接支援型のペルソナ使いか。え、どうなんだろう、それは分かんないけど、あんま嬉しい相手じゃないって感じかな。私のことなんかどうでもいいじゃないですか。そんなことより今はタッグバトルですよ。結局戦うことになっちゃうんだ。ちょうどいい。おい進行役、さっさとゴングを鳴らしてくれ。そうすればこの小娘も黙るだろうよ。あ、ちょっと、あなた勝手に。言われなくても。はいはい、あと10秒でゴング鳴らしちゃいますよ。さっさとエントリーしないと不先輩になって恥ずかしいお仕置きですよ。うわ、完全にルール追加じゃん。ちょっとずるすぎない？やむを得ないな。やろう、陽介。俺かよ。よし、行ってこい、花村。くそ、わかったよ。背中は任せるぜ、相棒。Get ready! Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! 頼む、いざそこだ！ペルソナ！爪が食らいつけ！立て直す！無駄だ！まだ！かっこいい！ペルソナ！頼むぜ。ペルソナ、まだいけます。せーの、名のもとに。よし、頼むぜ。こい、いざ。ペルソナ、見切った。重さ、抑えです。離せさ、決めてやるぜ。ペルソナガード、ペルソナ、いけ。なんて、ガード交代だ。いけ、ペルソナ。よし、油断した。よっしゃ、やるぜ。油断した。まだです。アンデーサイバーアーク、油断した。言える、ガード、ガード、なんて重さ。行くか。油断しましたね。立て直す。リバインサイク、立て直す。よし、ここだ。フィニッシュ。どうやら形勢は不利のようですね。引きますよ、ギャトの姫。くそ、我ながら油断が過ぎたか。なんとかなったみたいだな。あっぶねえ、女の子だってのに。どっちも強すぎだろう。すみません、僕が警察でした。うかつにキーストーンの話を出すべきではなかった。まさか彼女たちがいきなり戦闘行為に走るとは。いいじゃん、無事だったしさ。そういや、ナオト君、ここまでのことを知らないよね。花村、説明よろしく。ねえ、実はだな。って、また俺かよ。なあ、じゃあナオトもいろんな奴らに聞き込みしてたってことか。会話ができそうな相手に限りですよ。有無を言わさず襲ってくる相手からは逃げましたから、さっきの二人は見抜けませんでしたが。ま、あれは仕方ねえだろう。実際最初から襲ってきたわけじゃねえしよ。ええ、あまり情報が集まらないので
少し踏み込んでみようと思った矢先でした。たくよ、幹事が暴走しなきゃもう少し話せてたかもしんねえのに。いや、そのすんませんす。構いませんよ。辰巳くんが来なくてもあまり有益な情報を引き出せていたとは思えませんし。あ、ところでさっきも確認させてもらいましたが、僕らの世界からこちらに飛ばされたのはここにいる人間だけでしょうか。少なくとも仲間の中じゃクマとリセにはまだ誰も会ってないな。なんで私らなんだろう。選ぶ基準とかあんのかな。場所は関係ないんだよね。鳴神くんもいるし。実は私らだけ勇者の血を引く選ばれし者とか。ねえよ、真面目にやれっつの。待ってください、それはあるかもしれない。クマくんと藤川さんには探査能力があります。それを避けたかったのかもしれません。あ、そりゃ俺らをバラバラにしようっつうことか。いや、それより敵を避けさせないようにかな。敵を避けさせないってどういうこと？この世界にいる人間たち、まあ人間かどうかは不明ですが、彼らは全員僕らのうち誰かがキーストーンを持っていることを把握していました。ここまでの道中、先輩たちは進むたびに戦うべき相手とぶつかってきませんでしたか。そりゃもう次から次へと休む間もなくだぜ。でももしクマくんや藤川さんがこの場にいれば、僕らはある程度敵との戦闘を避けつつ進んだはずだ。設定されたゴールがどこなのかは分かりませんが、少なくとも探査能力なしの現状よりはるかに容易にそこへたどり着くことができたはずです。ってことは、俺らをここに落とした誰かは俺らにキーストーンを持たせることでわざわざさっきみたいな連中と争奪戦を起こさせてるってことか。またどっかで聞いたパターンだな、おい。ええ、ということは僕らが戦い合うことによって何らかの利益を得る者がいるということになりますね。そしてこれも推測ですが、先ほどどこからか聞こえてきたあの声、あの声はある一定値以上ここにいる者たちの行動を管理しているように思いました。支配というかルールを制定している感じですかね。ああ、二人組で戦闘を開始したりしているのもあの声だな。はい、おそらくこの場に集まった者同士を戦わせるために機能しているのでしょう。嫌な予感すんね。普通に考えてあの声がこの戦いを仕組んだやつかもしんないってことじゃない？あるいはその先兵でしょうね。いずれにしてもキーストーンを持ったまま戦いを続けることで最終的に相手の目的が達せられる可能性が高い。そうなった時にもしかしたら僕たちが解放してもらえるのかもしれません。ああ、ろくな目的なわけねえだろう。そんなもんに利用されてたまっかよ。僕も同感です。だいたいこの場所が気に入りませんね。まるで僕らの記憶を移したようだ。ちょい気味悪いよね。私らの知ってる場所がそのまんま出てくるみたいな。犯人は事件のことを知っててこの戦いを仕組んでるってことだよね。このまま先に進んでいいのかな。わかりませんが、進むしかないと思います。相手の思惑に乗るのは尺ですが、それが一番真実に近いはずだ。ああ、俺たちが元の世界に戻ることも重要だが、問題はそれだけじゃない。うん、何企んでんのかわかんないけど、もしそれが悪事なら、うっ、ぶっ潰すっす。うん、ぶっ飛ばしちゃおう。全員この手の事態に慣れすぎな。ま、他にできることねえし、仕組んだやつも放っとけねえし、結局やるしかねえんだけどさ。とはいえ慎重に行きましょう。ああ、それじゃあ行こう、みんな。
で、ここに戻ってくんのかよ。最初に会った人たちはいなくなったみたいだな。私たちのこと探し回ってるのかも。うえ、縁起でもね。再戦とかマジ勘弁。私はまた誠と戦いたいかな。今度は私もペルソナ使わずに足技だけでさ、包丁とか言って。いや負けるっつの。てか最悪死んじまうから。あの子の動き明らかに普通じゃなかったぜ。大丈夫だって。あんだけ強かったら相手を無駄に傷つけない戦い方も知ってるよきっと。まあそうかもしんねえな。ここ出りゃ二度と会えないだろうし、事件解決したら好きにやれって。てかマジな話、熊の野郎はいねんすね。テレビん中ならこっから帰れそうなもんすけど。うん、リセちゃんやクマさんのナビがないだけでこんなに不便なんだね。そうだよ、仲間外れは良くないっていうかさ、卑怯じゃんね。あ、っていうか鳴上くんお帰り。あれ、こういう場合お帰りでいいのかな。それもそうじゃん。おいっす鳴上くん、お帰り。いろいろあって久々って感じじゃねえすけどね。てかここを出るとき、お前自動的に自分家に帰っちまうのかな。一緒に稲葉戻るならゆっくり話できんのに。まあその時は逆に都会に戻るのが大変でしょうけどね。稲葉と都会の往復には慣れてますし、僕が乗り継ぎのスムーズな電車を教えますよ。ねね、もし鳴上くんも稲葉戻ったら帰りみんなで肉丼食べてこうよ。花村のおごりで。アホか、んな金ねえっつの。相棒の分だけおごるわ。いいじゃんケチ。じゃあジュネスのフードコートでもいいよ。あっちの方が作戦会議感あるしさ。里中さん、人の話聞いてます？本当に相変わらずだな。ああ、盛り上がってるところ悪いんだが。あ、新手か。うお、ビビった。んだいきなりてめえは。辰巳くん落ち着いて。相手はいきなり襲いかかってきたわけじゃない。いや、ナオト、お前も銃口向けてっけどな。まあ、しゃあねえっつうか、俺も反射的に構えちまったっつうか。だってあの人めちゃくちゃ強そうだよ。てか見てよあの武器、でっかい。わあ、赤いね。ちょっと親近感あるかも。え、そこ。待て、こっちは戦うつもりはねえ。それはこちらの持つキーストーンを奪う意思はない。まあ渡してくれりゃそれに越したことはねえがな。それはできない。俺たちは元の世界に帰らなければならないんだ。まあそうなるわな。俺は別にお前らが持ってるキーストーンを無理やり奪う気はねえよ。自分の分は持ってるし、ほら。え？あれって鳴上が持ってるのと同じ色違いじゃねえか。やはりキーストーンは複数あったのか。どうやら本当に敵ではないようですね。キーストーンを集めるつもりなら自分のものを晒すなんて迂闊すぎる。罠にしては大雑把すぎます。いや罠とかじゃねえし、素直に渡してくれるならもらうけど、そうじゃなけりゃ別にいいってだけだよ。では何のために僕たちに声を。キーストーンを集めろとは言われてるが、どうにもうさんくせえ。それにあいつが動いてやがるのも気になる。あいつって誰のこと。さあ、あの人の知り合いかな、多分。とにかく今までじゃダントツまともな会話してくれそうな感じじゃねえ。いろいろ聞いてみようぜ。ああ、とりあえず俺は鳴上優です。俺はラグナザ・ブラッドエッジだ。
ラグ…んだよ、外国の人か？てか、分かってたけど、うちらと全然別の世界にいた人って感じだよね。ではラグナさん、でいいですか？ラグナでいい。お前は、ナルカミ？ユウ？まあ、お前も巻き込まれた側だろ。ったく、あのウサギ、何も説明しやがらねえし。ウサギ？もしかして、ウサギの耳をつけたレイチェルという子ですか？ああ、お前らもあったのか。子なんて可愛らしい玉じゃねえがな。そのウサギが、四種のキーストーンを集めているらしいんだが。四種？全部で四つか。俺らが言われたのは、このキーストーンを持ってゴールへ行けってだけで、集めろとは言われてないんすけど。そんで、人に見つかるたびにキーストーン取られそうになって逃げてきたんだよね。なるほどな。ま、賢い選択なんじゃねえか。この世界に飛ばされた輩なんざろくなもんじゃねえ。お前らみてえなガキがまともに相手したら無事じゃ済まねえよ。んだとこの、俺らここまで一回も負けてねえっつーの。辰巳くん、せっかく話せる人に会えたんだし、ここは穏便に。それで、あなたもキーストーンを集めないといけない立場だと思いますが、僕たちと話をしていても大丈夫なんですか？さあな。さあなって、んな無責任な。俺だって被害者だっての。責任なんざ知ったこっちゃねえ。それこそあのウサギに聞けってんだ。そういやあいつ、なんか変だったな。余裕がねえっつうか、焦ってたっつうか、いつにも増してまともな説明がなかったっつうか。クソが、思い出したらイライラしてきたぜ。いっつも勝手な都合で俺を振り回しやがって。決めた。これの蹴りついたらあいつ泣かす。絶対泣かす。マジ泣かす。要するに協力してくれるってこと？わかんないけど、これって話はしてみるけど結局キーストーンくれって展開じゃん。いや、これが欲しいっつうならお前らにくれてやってもいいぜ。え？いや、俺らもそういうつもりはないっすけど。多分肝心なのは誰が持っているかじゃなくて全部集まるかどうかだ。俺が持っててもお前らが持ってても大差ねえよ。そうなの？ただし、その場合は俺についてきてもらうぜ。お前らがキーストーンをなくしたり奪われたりしたら話になんねえ。それが嫌だってんなら言わなくてもわかるよな。え、ちなみについていくってどこに？とりあえずウサギを探す。結局のところあいつが何か握ってんのは確かだからな。おい、どうすんだよ。知らない人についてってキーストーンどころか身ぐるみ剥がされてとかだったら笑えないよ。大丈夫だと思う？いや、あの人は大丈夫じゃないか。多分僕も同意見です。悪い人にはというか裏を書いてどうこうというタイプには見えません。警戒は必要ですが、今のところ共闘に値する人物だと思います。どっちにしろ私たちだけじゃゴールがどこなのかもわからないもんね。ラグナさんについてってウサギさんにちゃんと話を聞くのはいいと思う。ああ、その先はその時に考えても間に合うんじゃないか。おう、ケツに入らねえとズンバーなんとかってやつっすね。こけつになズンバな。ズンバの位置ちげえから。話はついたか？ええ、ぜひお願いします。キーストーンはそれぞれが持つ形で構いませんか？その石もらった。誰だ？何？急に。お、女の子だ。でっかい鎌持ってるし、ちょっとかっこいいよ。
信してる場合か。俺ら襲われてんだぞ。け、ぼさっとしてんじゃねえ。うわあ、今度は何だっつんだ。やりますわね。死角をついたつもりでしたが、勘の鋭さは獣並みといったところでしょうか。ワイズ、ごめん失敗した。想定の範囲内ですわ。切り替えなさい。うん、私たちは正義のハンター。どんな世界だろうと悪は許さない。さあ、おとなしくそのキーストーンをお渡しなさい。たく、また面倒そうな連中が出てきたもんだ。ちょ、何すんのさ、いきなり危ないじゃん。お黙りなさい。悪形を企てる者の言葉など聞く価値もありませんわ。ワイスの言う通り、そのキーストーンは悪用させない。世界の平和は私たちが守る。なんで俺ら悪者扱いされてんだよ。多分あの子たちは俺たちと違う説明を受けてるんじゃないか。テイガーって人も言ってただろう。どうやらお互い与えられた情報に齟齬があるようだな。すると戦うための理由付けがそれぞれ与えられているということでしょうか。一体何のために。なことはどうでもいい。この手の連中は口で言っても無駄だ。一度のししまった方が話が早え。ラグナさんも思いっきり体育会系てなわけだ。お前らは石持って引っ込んでな。俺も出ます。一人で相手するつもりですか。ねえ、マジ？ナルカミ、気ぃつけろよ。よっしゃ、タッグじゃバトルじゃ。タッグとバトルはファントムフィールドの花じゃ。ってなわけで気合い入れてエントリー行ってみよう。くそ、声の野郎、いつになくノリノリじゃねえか。構わない、俺は俺のやるべきことを果たす。け、足引っ張んじゃねえぞ。来るなら来い。私たちは絶対負けないんだから。Get ready! Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! この野郎だ。ヘイ、んだよ、エリアルエッジ。ついに来れる。これだ。こっちでした。任せろ。ペルソナ、ペルソナ、逃げた。ペルソナ、失礼、諦めませんわ。立て直す。とさせませんわ。投げ払う。ペルソナ、ペルソナ、この程度させません。ペルソナ、重い、重い、クソ野郎が。この程度でくじけるわけには参りませんわ。ったく、しつけガキどもだ。その根性だけは一人前だな。あのさ、区切りもついたことだし、一旦冷静になってお話ししない？だな。このまま戦ったってお互い疲れるだけだしさ。ふざけたことを。圧巻と話すことなんて持ち合わせていませんわ。圧巻か。まずはその誤解から説明させてもらおう。聞いてくれ。俺たちはこの世界をどうこうするつもりはないんだ。え？何をおっしゃいますの？でしたらそのキーストーンは何に使うつもりですの？元の世界に帰るためだ。この石を守ればこの世界を出られると聞いている。私たち別の世界からここに連れてこられたの。あなたたちもそうなんだよね。で、どうやら俺らと君らの受けてる説明も違って、多分このいざこざの原因もそこにあるわけな。
つまりあなたたちは悪者じゃないってこと？やっと通じた！ったく、手間かけさせやがって。なんということですの。だとしたら私たち、どんな失礼を。いや、誤解が解けたのなら問題ない。じゃあひとまず休戦ってことで。なんとかなったぜ。聞かせてください。もしかしてあなたたちもキーストーンをお持ちなのでは？うん、持ってるよ。ほら、これ。あ？先輩が持ってんのと色が違えな。こっちは赤えぞ。そう、この石の色違いを持っているのは悪者だって聞かされたんだ。石の力を悪用して平和を乱す悪だって。なんつう安直な騙しだよ。な、そんで俺らを狙ったわけか。どうしたナオト、なんで黙ってんだ？嘘は何かを隠している証拠ですよ。あ？もう少しだ。もう少しで何かつながり、なぜこの世界に呼ばれた者たちがそれぞれ異なる指示を受けているのか、その裏の意図。な、細けえことなんざどうでもいいじゃねえか。要はこの世界から出られりゃ。目標を確認、作戦行動開始。おい、ガキども。え？あ！今度はなんだ？ S。 え？まさかの知り合い。目標ダッシュ成功、被害状況確認、損害なし。え？あれ？私たちのキーストーン。不覚ですわ。まさかあの一瞬で奪うだなんて。ファーストミッションコンプリート、排除フェーズへ移行します。いけませんわレヴィ。転移。消えちまった。ちょっとあんた、あの子たちに何したわけ？安心してください、危害は加えていません。彼女たちは非戦闘区域へと隔離しました。隔離って、今の一瞬で？なんだよそれ、ワープかよ。お前ら下がってろ。こいつは一筋縄じゃいかねえぞ。ラグナザ・ブラッド・エッジ、そしてナルカミ・ユー、あなたたちがキーストーンを所持しているのは把握しています。それを私に渡してください。この子も石が目当てか。そいつはできねえ相談だ。 S、 てめえの狙いは何だ？この石集めて何をするつもりだ？あなたには関係ありません。終わりだバカ野郎が。あらあら、醜く声を荒げちゃって。弱い犬ほどなんとやらかしら。あ、うさこだ。うさこ、そんな名前だったか。てめえ、どの面下げて出てきやがった。いや、どの面でも構わねえか。どうせ俺が泣き面にするんだからよ。あら怖い、今のあなたはまさに暴漢ね。正義の味方でも呼ぼうかしら。ほざいてろ、その生意気な口、今すぐ。ほら、正義の味方の到着よ。貴様とのエニシ、よもやこの異界にまで及ぶとはな。ち、てめえ。げ、お面の人まで来ちまった。さあラグナ、おとなしくキーストーンを渡しなさい。たく、てめえもそれかよ。一体この石が何だってんだ。あなたが知る必要はないわ。こちらは時間がないの。手間を取らせないでちょうだい。その石を渡そうが渡すまいが、貴様は私が切り伏せるがな。けっ、だったら選択肢なんざ穴から一つじゃねえか。はあ、まさか一人で戦う気なのかよ。あのでっかい剣とウサコとお面の人相手に。関係ねえよ、
全部まとめて片付けてやら。それが関係あるんですよね。これ一応タッグバトルですから、ハンデマッチとかは原則認められません。またお前かよ。てかその能天気なノリなんとかしろっつの。うざってえルールだ。てことはなんだ、あと一人エントリーが必要ってことか。へっ、なら俺の出番ってとこだな。え、幹事くん本気かてめえ。相手は人のなりした化け物だぜ。これまで通り無事で済む保証なんざねえぞ。なら相手に不足はねえな。あんた俺らに力貸してくれたじゃねえか。だったらもう仲間だ。男辰巳幹事、仲間のピンチは見過ごせねえ。たく、底抜けのバカかよ。だったら好きにしやがれ。とんだ茶番ね。レイチェル・アルカード参戦するわ。我が名は白面、押してまいる。オッケーです。それじゃあ今回も元気よく行ってみましょう。てなわけだ。ウサギとお面野郎は俺らで相手する。そっちは。わかっています。あの体験の子は俺たちで何とかしますよ。悪いな、俺がまとめて引き受けるのが筋なんだろうが。ふっ、幹事が言った通りですよ。支え合うから仲間なんだ。ふっ、マジでバカばっかだなてめえらは。行くぜ幹事。しゃあ暴れてやんぜ。おら、盛り上がっちゃってんな幹事のやつ。ちょっと花村、なによそ見してんの。こっちはこっちでピンチだって。対象の脅威判定更新、排除を開始します。もうやるしかないよね。ああ行くぞ。Get ready!Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! お願い！そこ、そこで！おい、強気！おいで！引きます、まだ。ポッと、これなら！行くか。来い！ペルソナ、たみかけ！ペルソナ、来い！立て直す！ここだ。打ち抜き。まだだ。出番だ。来て。サクヤ、サクヤ、火傷するよ。行くか。片しちゃうね。お願い、サクヤ。そこそこ。舞うよ。サクヤ。まだよ。お願い、サクヤ。サクヤ、そこそこ。ほい、そこ。カウンター。行け。舞い踊れ。こんな感じ。まだよ、まだよ、まだよ。回復。残念、回復を。フィニッシュ。やった、倒した。動きは止まっていますね。僕らの勝ちでしょう。アップね、毎回ギリギリだっつの。あの子本当にもう動かないかな。プリン、なんか言ってるみてえだけど、もう攻撃してくる様子はねえよな。あ、そうだ、幹事君たちは。クソが、んだこいつら、マジで強え。決まれよ幹事、ここが意地の見せ所だぜ。無駄だ、貴様らごとき我が聖堂は阻める。さあ諦めて石を渡しなさい、早く。ふっどうしたよウサギ、随分と余裕がねえじゃねえか。いつもの軽口が失せてるぜ。茶化すのはやめてちょうだい。何度も言っているでしょ、もう時間が。皆さんそこまで。ストップストップ。
と。ああ、急になんだよ。え、ねえ、これって…ああ、もしかしなくてもヤバい感じすんな。手遅れのようね。お、な、鳴神くん、どうしちゃったの。これは…鳴神が光ってる。待って、鳴神くんだけじゃない。チッ、何がどうなってやがる。どういうことだ。なんで二人だけ。石です。光っているのは二人じゃなく、二人の持つキーストーンだ。ピッパンピッパン、大成功。そじゃあクライマックス行ってみよう。じゃあ、あれは！すごい、ちょっとかっこいいかも。あれってもしかしてキーストーンか。はあ、あれがあの石だってのか。いえ、先ほどの反応を見る限り、あれがキーストーンの本当の姿なのでしょう。てか、あのラグナって人どこ行った。ウサギとお面の化け物も。ああ、彼らはもうお役御免なので置いてきましたよ。この声、またてめえか、こら！置いてきたって、どこにだよ。あるいは次元の狭間、あるいは得意点、あるいは宇宙検閲官の部屋。ま、その類の場所です。安心してください。全く安心できねえ。いずれにしろ、彼らの身体などもはやサジに過ぎませんよ。私の目的はこうしてほぼ達せられたわけですし、チームイエローの皆様に収集していただいた貴重な戦闘データのおかげでね。やはりそういうことか。あの石は脱出するためのアイテムなんかじゃない。どういうこと。だったらあれって一体何だったわけ。記録媒体ですよ。それも戦闘に関する情報のね。おや、お気づきでしたか。やはりあなたは聡明でいらっしゃる。それぞれの陣営に渡された情報に齟齬や嘘があったのは、互いの戦闘を誘発し効率的にデータを収集するためというわけですね。くそ、マジかよ、なんて野郎だ。俺たちはまんまと利用されていたわけだ。ま、正確にはまだ利用させていただくんですけれどね。ああ、ふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ。誰がてめえの言いなりになるか、こら。そう邪険になさらずに。これがおそらく最後ですから。最後だと。はい、残っていただいたチームイエローの皆さんには重要な役割があるんですよ。私の最終調整相手という役割がね。最終調整って何することだろう。おい、やべえ予感すんぞ。それってもしかして。端的に言えば、最後に私と戦ってもらいます。試験運用というよりは私の個人的な衝動に基づくところが大きいですがね。やっぱそうなっちゃうわけ。ああ、ちなみにこの戦いで私が勝ったら、皆さんの世界を取り巻く神羅万象をいただくつもりですので、あしからず。はあ、何それ、急にスケール大きくなってんじゃん。上等だ、こら。こっちはてめえぶっ飛ばしたくてうずうずしてたとこだぜ。うん、そうだね。いい加減イライラしてきたし、遠慮なくやっちゃおう。天城さん、どっちが悪者か分かんなくなる言い方やめて。どちらにしろ、このまま奴を放…Get ready! Get ready!Can't escape from crossing fate! Fight! 受けなさい。ありえねえだろ。
じゃあ、せこい。射出。行け。もっと。カウンター。そう簡単に。参照警備。ユニット解放。どうよ。座標変換。チーズ、来い。ジョタマ。せ。チーズ。もっとやるじゃん。参照警備。システム起動。あとは任せろ。立て直すと頼む。損傷甚大。決着をつける。生成来い。ここだ。システム停止。修復開始。ここだ。ペルソナシステム再起動。来い。行け。来い。甘い。立て直す。生成損傷警備。甘い。システム起動。これで吹き飛ばれ。先生見切った。立て直す。避けられますか。システム停止。修復開始。甘い。頼むペルソナ。終わりだ。これで決める。ペルソナ。よっしゃー、イエーイ。やった。私たちまたやっちゃった。うん、すっきりしたね。いや、すっきりとかは置いといて、勝ったはいいけど、この後はどうなるんだよ。え、勝ったし元の世界に戻れんじゃないの。いや、どうなんでしょう。これはまったく呆れた子たちね。覚醒したあれを倒してしまうだなんて。あ、てめえ無事だったのか、ウサコ。あれ、お前確かキーストーンのやつに宇宙なんとかの部屋みたいなとこに閉じ込められたんじゃ。ああ、そんな名前だったかしらね、あの結界。ま、最終的にはラグナと英雄さんがコッパみじんにしたけれど。マジかよ、よくわかんねえけど、あの人も大概化け物じゃねえか。おい、てめえ、ってことはあのラグナって人も無事ってことか。ええ、今は英雄さんと二人きりで楽しく遊んでいるわ。二人きりで楽しい。おお、それならよかったぜ。いや、それもどうなんだろう。あなたに聞きたいことがあります。キーストーンの活動は停止させましたが、この周囲の反応を見る限り。あなたの予想通りよ。システム自体はまだ生きている。は？それどういうこと？私たち元の世界に戻れるんじゃないの？残念だけど少し遅かったようね。システムはすでにあなたたちの世界の観測を終えていたわ。コアを破壊されたことにより蓄積された情報がこの世界に拡散を始めたようね。ごめんなさい、全然わからないかも。新たな世界、新たなファントムフィールドが生まれるわ。新たな世界。ダメだ、俺パス。さすがに理解の限界超えてるだろ、これ。すぐにわかるわ。ほら、再構成はもう始まっているから。ぐわ。なにこれ。急に頭が。やっべ、この感じ、ここに来た時と同じ。やはりこれは。みんな離れるな。おやすみなさい。最後にせめてあなたたちの幸運を祈るわ。
ここは八十神高校の校門前か。戻れたのか。ポケットに何か硬いものが。黄色い石。鳴神くん、里中、無事でよかったよ。ってか戻れたのかな。ここって私たちの世界。わからない。だがこの雰囲気。ねえ、桜咲いてたっけ。本当だ。え、確かそんな時期じゃなかったよね。ねえ、頭いって。くそ、どうなってんだよ。ここにいても状況がわからない。とにかく教室に行ってみよう。よ、おはようさん。おはよう。英語の宿題やってきた。あ、そんなわけないか。うっす。あ、てかお前、いい加減貸してる漫画返せよな。ねえ、さっき廊下でさ、見たことのない子が先生と一緒にいるの見たんだけど。え、何それ。転校生かも。うちの制服着てたし、もしかしてうちのクラスってことないかな。マジかよ、うちのクラス転校生率高くね。みんないつもと一緒だね。ああ、だが俺がいる違和感にも気づいてないのか。おっと、すまねえ。いや、こちらこそ。ああ、転校生のラグナザ・ブラッドエッジだ。まあ適当によろしく。はあ、へえ、嘘。おい、何がどうなってんだよ。風がざらつく。ねえねえ、ノエル、お願い、次の授業の宿題少しだけ移させて。それはちょっと。はあ、なんだろう、すごく雑多。ま、そういうわけだ。これからいろいろと世話になるから、そこんとこよろしくな。ああ、よろしく。受け入れんな。どんだけ順応性高えんだよ。いや、挨拶されたから。されたからじゃねえし、何気にテンパってんなお前。てか、なんでラグナさんがハチ公いんの。制服着てるし。やだ、授業始まっちゃう。どうする、これ先生に言った方がいいのかな。そういう問題か。そもそも柏木に行ってどうにかなるとも思えねえし。てか、あの柏木、本当に柏木なの？これ、時期がどうとか以前に違くない？私たちの学校じゃなくない？もしかして、これがレイチェルの言ってたファントムフィールド？あ、どうしよう、宿題だけじゃなくて、教科書も忘れちゃった。しょうがねえな、俺の見るか。ありがとう、ハイド。机寄せちゃうね。こっちはこっちで馴染んでるし。マジでどうなってんのこの世界。すごい、なんかみんなずっと一緒のクラスだった気がしてきた。待って、アマに飲まれんな、絶対ちげえから。こんな同級生いねえからな。あ、やっべ、弁当忘れたわ。学食あんのかな、この学校。だからなんて馴染んでんだよ。って、やべえ、授業始まった。